どうもグリツンです。それでは今回もゴーストリコンの方やっていきたいと思います。今回の目的地はそこですね。シルバーバッグを見つけるというミッションなんですが、あの山のね頂上に基地があるんですけど、どうやらねどこかにトンネルがあるらしいんですよね、下水道の。でそこから入れるらしいので、そこから侵入したいなと思います。一番ねああいう頂上にあるようなこう拠点が厄介なんですよ。なんでかっていうと、僕たちはっていうか僕一人ですけど下から上に行かなきゃいけないじゃないですか。でそうなるとすごくね見にくいんですよね、敵は。敵の位置とかで発見されやすい。向こうは見下ろしてるわけじゃないですか、こちらを。だからすごくね、視界がいい位置にいるんでね、敵が。まあだからいい例えがあれですよね、日本の、お城とかね、だいたい山の上にあるじゃないですか。やっぱりそれは、敵がねこう、ちょっと待って、これさ本当にあるのかな。なんかどっかにあるとか言う、ちょっと待って、もしかしてこっちの方かな。このいやーでも違うな、なんか滝っぽいのはあるけど、特にそれっぽいのはないね。まあ別にここから侵入してもいいんですけどねちょっと上がっていくのかな。でもやっぱこう下水だから水があると思うんですよね、近くに。これだと普通に登っていっちゃうもんね。あんまりこういうところ走りたくないんですけどね、道があるところ、敵とかもね走ったりするので。あ、ちょっと待って、敵いますね。あ、ドローンだ。あ、でも、どうだろう。ドローンがいるってことは、近いのかな。ちょっと待って、この下怪しくない？あ、全然なんもないや。なんか黒い煙が上がってる。お、ハサミ撃ちですね。こっちにもいる。なんかヒントみたいなあればいいんだけどな。うん、だ水がありますよね、ここら辺。シルバーバックの拠点につながる下水道、雪山に位置するこの拠点。うん、
そんなね、多分離れてはいないと思うんですよね。写真には彼が、ちょっと待って、ここだよね。あ、あの情報はまた違うのか。違う場所の拠点か。そういうことか。ここの拠点のことではないのか。そうか、そうだよね。しょうがないじゃん。おっと、あ、そうだ、いるんだ。あれ、あ、やばい。そう、あー、やめて、これほんとこれだけは。何だったんだ、あれは。あー、見つかっちゃったよ。あまずいな、これ何が来るんだろう。あ、っていうか車に乗っていけばよかったな。やばいやばい、とりあえずもう逃げないと。これあ、来た。もうちょっとあれだな、暗いな。暗くて見にくい。わあ、ドローンも来た。ちょ、あのトラック利用しよう。ててお、近い。ドローンがいる。帰っていくかな。近い。よし。オッケー。あとあいつらだけ。あいつらもともといた敵だからね。別に。ちょっと待って、これ見にくいな。全然当たってないな。ダメだ。まあ、いや、あいつらほっとこう。いや、ほんとやめてほしい。あの飛行機。全然見えない。どこから行こうかな。ここまっすぐ行ってもね、登れるかな。結構急なんですよね。あ、なんかこの雰囲気すごい富士山っぽいな。富士山のね、8合目過ぎたあたりっぽい雰囲気。これいけるかな。あ、いける、登れる。 OK。 暗いな。僕今ね、
昼間に収録してるんですけど、すごくね日当たりがいいんですよね、僕が住んでるところって。でね、今日めっちゃ晴れてて、でパソコン部屋はね基本閉め切った状態にしてるんですよね、やっぱりこう暗い方がねゲームしやすいっていうのもあって、でもここ最近ね寒いからやっぱこうもっとこう日差しを取る家の中にね入れようと思って、暖かくなるし、若い頃はこんなね考えなかったのにな年取るってどうなんでしょうね、登れね、急すぎるか、もうちょっとなんだけどね、頑張って頑張ってくれ、 OK。すごい渋い声ですね。異常なしだ。じゃあちょっとドローンを飛ばしてみようか。ん？ドローンが飛ばせない、どういうこと？ん？なんで？バグかな。上がれない。この太い声あれですよね、結構強い敵ですよね、声だけで判断なんでだろう、なんでドローン使えないのかな。スナイパー、あー強いやつだねこれ。ああ すぐ近くにいる。あ、こっちにもいる、やば。いや、ドローン使えないの痛いな。どうしようこれ。こちらに動きはなし。わあ、すげえ、ここなんかいっぱいいるんだけど。あ、嘘。やばいやばいやばい、ちょっと待って、あ死ぬ死ぬ、これ死ぬ、あ死んだやばいね、ちょっと登ったところがまずすぎたね、あんな強敵が4人も固まってたら。どうするかな。っていうかもう14分も撮ってるの。全然多分10分以上は走り回ってただけだよね。どうしようこれ。この上だよね。ドローンは。あ、今は飛ばせるね。何だったんだろうさっきの。このまま行くと同じだよね。同じ場所行くから。もっとなんかいいとこないかな。ちょっとこっちの方に行ってみようか。ちょっともうあれかな。
ああ、まだ月は。あ、下がってるね。上がってるわけじゃないから、下がってるからね、もう多分、もう少ししたら日が昇りますよね、位置的に。まあ、明るい方がね、見やすいけど、発見される率も高くなっちゃうから。なんだこの音、これ多分ドローンかな。あ、いる。ちょっとドローン飛ばしてみようか。多分あのロボットみたいなやつもいるんだよね。あ、これだ。いたね。あの中にもいる。わあ、強いのばっかじゃんこれ。やばいね。わあ、これはやだ。スポス級にむずいな。こっちに結構いるね、マップ見ると。結構赤い。大体こんなもんかな。どっちかっていうとこっから攻めていきたいよね、高いところからね。これでテイクダウンできるんだっけ、敵。ああ、だって、あ、やばい、はしご登ってるの聞こえたのかな。黄色いね、なんか警戒してますね。わあ、ここどうしよう。あ、とりあえず情報を持ってるやつを拷問すればいいんだもんね。こいつ愛ついてるから引き出せますね。引き出せるけど、あ、まずい、ちょっとアップね。ヘッドショットいけんのかな。仮面みたいなかぶってるから、これで倒せなかったらもう発見されちゃうな。あ、倒せた。いけますね。あ、まずい、情報持ってるやつ。
すいません。ちょっと待って。違う。な、何これ。やめて。まずいな。来たね。あいつさえ上から撃ってこなきゃなんとかできるでしょ。あ、黄色になった。動け！敵が確保。接近してます。敵を抑え。やばいな。目標変更。ターゲットに。どこまで行くんだ、あいつ。あいつは。敵は隠れている。攻撃目標を変更。隠れているぞ。うっそ、あいつ。あのロボットみたいなもん来ちゃうわけ。わー、車も来たね。よし、一人やった。よし。あれ？あ、行っちゃったか。めっちゃ引いてるけど、この人のこと。よしよしよし。とりあえず弾を拾おう。まず、一番最初ね、嫌な予感はしてたけど、情報持ってるやつがどの位置にいるかなーっていう。よし。あ、待って。誰に待つ、つか、あ、あいつ？あいつかな？見えない。いやー、これちょっと遠いか。けど頑張ろう。これでも外れたら。外した。嫌なとこでリロード。あ、また来るな。やめよう。ちょっと一回下がろう。
あいつ情報持ってるね。足音か。近くにいるんだよね。まだ情報持ってるやついっぱい来たね。白いのと見えない。よしよし、これで拷問しようこいつらを。一度だけチャンスをやる。シルバーバックはどこだ。行ったら俺が殺される。なら俺は何をすると思う。分かってない。奴は狂ってる。あの写真を見たか。場所はグッドホープマウンテンって地方だ。奴の拠点を見つけ出したんだ。ノックアウト。これで、あ、これで OK みたいですね。あれ？もう一人いたけど、あ、もう死んじゃった。これでどの辺だろう。あ、ここですね。あー、あるね、ここに湖で、ここら辺に洞窟、その下水の、あー、多分ここだな。こんな気がするよ。一応マークつけとこうか。で、あ、キャンプ2カ所あるな。こっちの方がいいよね、位置的に。はい、そうですね。じゃあ今回この辺にしましょうかね。時間的にもまあ全然ね、なんか今回は全然冷めてないじゃない。攻めてないけど、取れるかな。あ、取れた。お、スナイパーライフル。はい、ここはね、ちょっと入りたくないね。なんかレアなものありそうだけどね。はい、じゃ あどうしよう。でもこれだけ強敵がいる場所だから、アイテムも結構激アツじゃない。よし、じゃあ行こう。死んだらもう終わり。その時点で収録は終わりにします。攻めてみようか。明るいな。ちょっと向こうか。電源暗くしたいね。走れ。電源落とそっか、まず。ここに道があるね。一応でももう表示は、あ、倒せる。あいつ、よし。で、電源、あ、これだ、電源。電源ここだけど、あー、でも敵いるね、近くに。とりあえずじゃああれ止めちゃおうか。でもこういう高いとこにね登るとき怖いですよね。発見されやすいから。あ、違うか。なんか動いてるから、敵が動いてるのかと思ったら。よし、停止。よし、止めました。
ちょっと待ってね。なんかまだね、表示させてない敵いますね。ここと、あとこいつか。すげえいるね、ここ。単独でね、こう、あんまり動いてないから。もっとこう、一人一人がな、なんかこう、離れてれば、まだ良かったんだけど。わー、ちょっと柱が邪魔だな。あ、なんかある。設計図かな？マジか。あ、発見されちゃった。とりあえず設計図をいただこう。 OK。 わー、いらねなんだ、あいつらバグってるぞ、なんか動きが痛い。OKOKOK。 で、電源壊そう。おー、うっそー。じゃあ終わりですね、ここで。すいません。ということで、お疲れ様でございました。残念でした。まあ設計図は手に入りましたね。全然欲しくない武器の。はい。ということで、お疲れ様です。またよかったら見てください。バイバイ。